はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直介でございます。あなたのハートにアクセスしたい。はい、始まってまいりました。2月1日に、なんとチャンネル登録1000人を達成することができました。はい、で2月1日に達成をしまして、1000人いったと思った瞬間に1人チャンネル登録が減れまして999人になったんですね。と思いながら、翌朝目が覚めると1000人になっておりまして、今現時点で1014人の方が登録をしていただいております。この場を借りて本当に厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございました。ね、皆さんの温かいコメントで本当に僕ここまで頑張ってこれたっていうのは本当に、皆さんのおかげだというふうに思っております。実際にですね、私の動画で、アンチコメントをいただいたのは1件ぐらいですかね。1件ぐらい。アンチのコメントをもらうのもね、有名税だと思っておりますので、別に何も気にしないんですけどね。はい。で、今日はですね、最強の検索フォームというものを、また皆さんにご紹介したいというふうに思いますので、しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあやっていきましょう。パソコンの画面いきます。はい、じゃあ行きます。ですね、皆さんに前回紹介したのは、この、検索フォームだというふうに思ってます。周知、MT 周知、それから、周知クエリ、周知入力というものをご紹介しました。で、ちょっと私ですね、もうすでに、ちょっと改良を加えておりまして、増えております。まず MT 社員、これ、何かっていうと、周知をした社員名を、保存するデータベース、テーブルになっております。この周知はこのまま。で、周知入力っていうのがあって、こんな画面だったんですけど、私もすでに手を加えておりまして、こんなものになってます。はい、どうですか皆さん、ちょっとデータベースチックになってきましたよね。はい、データベースチックになって2番って入れて、検索をすると、これが市原悦子さんが死去のニュース。はい、10番って入れると、検索って入れると、これもね、ちょっとひどいニュースですね。これ、すいません。ソースはヤフーのニュースになっております。著作権で、ね、ヤフーが、持ってると思うんですけど、ここの、URL をクリックすると、これヤフーになってます。で、このクラスターは解散だ。小学校教論が、ドリルを、漢字ドリルを投げつけ暴言ってね。ぜひともこういう先生は本当にマジでクビにしてほしいなというふうに思ってます。ちょっとね、私の持論を言わさせていただきます。先生っていうのは、絶対に初めは生徒のはずなんですよ。ところが、教師となんとかは3日やったらやめられないっていうんですけど、私も先生ということを何回かやってるんですが、本当にその通りだと思います。なんでここまで偉そうになれるんだっていう先生って多分いっぱいいると思うんですよ。でね、生徒っていうのは、条件付きでなんですが、先生よりも優秀なはずなんです。生徒はなぜ優秀かっていうと、先生よりも優れてるものって何かっていうと、素直さと謙虚さを持ってればなんですね。素直さと謙虚さを持ってれば、その先生よりも絶対に輝く光を持ち合わせてるはずなのに、一部のその心ない教員のせいでね、なんていうんですかね、もうこう女子高生にキスをするだなんていうのは、もう教師の風上にも受けないというのは私だけでしょうかね。まあそんなことはいいんですけど、ちょっといきます。はい。で、いろんなニュースを、入れてます。で、どういうふうな、ちょっとね、いろんな細工を打ってるんですけど、ここ、プルダウンになってます。プルダウンで、井川直介というと、社員番号が1とって、2月4日っていうふうに日付が入るようになってます。はい。で、ちょっと見てみましょう。私の動画であれば、おなじみのはずです。はい。ここの、イベントのところ。で、イベントプロシージャー、更新後処理、アフターアップデートのところには何が入っているのかというと、このように入ってます。はい、ちょっと見えますかね。大きくなるのかな？ならないですね。はい、周知者が更新されたら、つまりアフターアップデートされたら、日時のところには日付を自動的に入れなさいと。そして、社員番号は DLOOKUP で検索するようにしております。私、VLOOKUP と DLOOKUP は本当に嫌いなんですけど、なんで今回これを入れたかというと、初心者の方、それから、中級者の方も DLOOKUP と、巡り、ってか使う条件の時はあるかなと思うので、ちょっとここは入れております。はい。
で、ここのレコードの検索ボタンのところにはこのようなコードを入れております。 Do Command Apply Filter、ID と周知者が、周知検索かが一緒のもの、つまり、オートバンナンバーで振られるその数字と、周知の、ね、検索するときの ID が一致のものを引っ張ってこいと。で、皆さんね、Excel ってこんな VBA 知らなくてもなんとかなっちまうもんなんですよ。はい、ただセルに数式をいっぱい入れていくとグダグダになっちゃいます。はい、まあほどほどにせいやというふうになってしまうと思うんですけど、アクセスがなんで難しいかっていうと、やっぱりね、VBA のコード知らないとアクセスのこうね、醍醐味を味わうことができないっていうのがアクセスなんですね。なので皆さんもし分からなければですね、はっきり言います。勉強してください。で、そんなプログラマーみたいな難しい VBA はいらないです。条件分岐と、検索コードぐらいですかね。覚えておけば何ともないので、ちょっと覚えておいてください。はい。で、ここのレコードの保存には何が入ってるかっていうと、まず、me 周知 ID 検索。つまり、保存した場合には、ここの文字は空っぽにしてね。なんか文字残ってたら嫌じゃないですか。私そんなに綺麗すぎじゃないですけど、嫌ですよね。それで、ここに、レコードを保存して、新しいレコードへ移動してくれっていうコードが書いてます。で、はい、これはこれでいいですね。はい。で、次に、違う。これだ。はい。このフォームをちょっと今日実際に作ってみたいというふうに思います。はい。元にするのは、このクエリの周知というものを使います。で、アクセスに関しては、この作成タブを作ると、クエリができたりとか、フォームができたり、レポートができたりっていうふうに、いろんなものを作れる、タブがあります。で、その中で、フォームっていうのは、フォームデザイン、空白のフォーム、これこの間使いましたよね。から、ウィザード、ナビゲーション、その他のフォームっていうのがあるんですが、今回はこのその他のフォームの中で複数のアイテムというのを使ってみたいと思います。はい、ポンと押します。はい、出ました。そうすると、このようなものができます。まあ、本の中ではいろいろサブフォームとかなんとかっていうのがあるんですけど、まあまあ、それはそれでちょっとあれなので、今回はこの別の1個のフォームを作りたいというふうに思います。このフォームの欠点は自分で幅を合わせなきゃならないというところがあるんですが、まあちょっとその辺は皆さん目をつぶってこのようにやってみてください。はい、できました。そうしたら、ここにデザインタブが、自動的に選択されておりまして、これちょっとボタンをつけたいんですね。ほいと。これボタンを作ります。ここのところでポンと押してみてください。そうすると、このようなものができてきます。はい。で、ここの文字のところに、詳細確認と入れてポンと押すと、ここに自動的に全部ボタンが配置されます。はい。で、このボタンってゆくゆくものすごい威力を発揮するんですね。正直僕これで物を作った時になぜここに全部詳細確認っていうボタンが入るのかも分からなかったんですが、ゆくゆくはですね、このボタンを押したらレポートが起動してきて、この小分類、つまり、申し訳ないです。この、内容というものを見れるようにしたいというふうに思っております。はい。で、ここで、この内容のレポートを起動させるにはどうしたらいいかっていうと、パラメータクエリっていうものを使うのが一つ。それから、もう一個はちょっと秘密にします。ここのボタンを押せば10番の、内容が立ち上がってくる。11番の内容が立ち上がってくる。ちょっとヒント言いすぎましたかね。はい。これはゆくゆく紹介させていただきたいというふうに思います。はい。じゃあ今日はちょっとここまでにしたいと思いますので、パソコンの画面はここまでにします。はい。はい。いかがでしたでしょうか。最強の検索法もだんだん完成に近づいてきておりますので、いろんなものを考えていきたいというふうに思っております。はい。ですね、私、何回か言ったことあると思うんです。
ですが、本当は僕は学校の先生になりたかったんです。学校の先生になりたかったんですが、ある事情があって僕は学校の先生になることができなかったんですね。ある事情って何かっていうと、僕前科があるんです。嘘ですよ。今、ね、もう前科あるだろうと思ったやつ。ですからね、前科はないです。前回はね、なぜ学校の先生にならなかったかっていうと、僕は貧乏で、東京とか関東圏で新聞小学生っていうのがありまして、新聞の配達をして僕大学に行ってたんです。それで夕刊の時って教職課程がね重なっちゃって、新聞小学生の時はもう教職課程取れないからねっていう、その条件で僕大学に行ったんですよ。学校の先生になりたかったにもかかわらず、大学行った瞬間に君はもう先生になることはできないからねっていう事情のもとで行ったんですよ。自分の夢を叶えようと思って大学行ったにもかかわらず、僕はその土俵にすら上がることができなかったんです。本当に悔しさったらなかったですよね。なかったです。ただ今こうして人に物を教えることが好きだっていう、そのただのストリートインストラクターがですね、情熱を持って皆さんの前でたったビデオカメラとネット回線で1000人の生徒さんを僕得ることができました。こんなに嬉しいことないですね。はい、僕のチャンネルっていうのはもともとなんかこうね、予備校の先生とかそういうものでご飯を食べてる人がやってたので、1000人なんか行くわけないと思ってたんですよ。だってコールセンターのおっさんですよ。そんな何のバックボーンもない僕が絶対行くのなんて思ってなかったんです。で、学校を卒業してだいぶ経って分かったことなんですけど、教職課程を取らなくても学校の先生になる方法はあったようでございまして、大学院に行くと教職課程を取らなくても、社会科の先生の、資格がもらえたっていうのが分かったという時に、その教員になれなかったことよりも僕本当に悔しい思いをしましたね。でね、貧乏っていうの、その時は僕貧乏だったから先生になれないと思ったんですけど、貧乏ってね、悪いもんじゃないんですよ。それはお金欲しいですよ、僕も。お金は欲しいですけど、貧乏っていうのは悪くない。何が悪いかっていうと、貧乏に負ける人間がダメなんです。で、貧しくなるのはお金がないからじゃないんですよ。知識がないからなんですよ。ね、綺麗事だっていうふうに言われるかもしれないですけど、僕はこれは正論だと思ってます。なんでかっていうと、人を物を教えてその人が成長していくって本当に楽しいことなんです、ね、で僕いろんな人生の中でいろんな妥協をしましたけど、この教えるっていうことに関しては絶対に妥協したくないです。少なくとも今ここで1000人の生徒さんがいるんだったら、その人のたびに分からなかったら分かるまで教える、それは違うんだよって繰り返し繰り返し教えること、それが僕は教育だと思ってるし、育成だと思ってるんですね。はい。その僕の考えに賛同してくれる方がいるのであれば、本当にチャンネル登録をしてアクセスエクセルというツールを通じて皆さんの人生にお役に立てればなというふうに思っております。1000人行っておめでとうございます、私もアクセスを極めたいと思っておりますというコメントもいただきました。ぜひとも極めてください。分からなかったら私でよければどんどん質問をください。そしてね、1000人なんて通過点だよっていうコメントもいただきました。本当にありがとうございます。私もそう思ってます。で、このイカワイズムをですね、全国に浸透させるまで、まだまだね、頑張んなきゃならないことがあると思います。皆さんにいろんなことを伝えて、そしていろんなノウハウ、いろんなノウハウって別に競馬の買い方はなんじゃないですよ。アクセスやエクセルのいろんなノウハウを伝えて、皆さんが少しでも会社で活躍できるように、ね、皆さんの身近にこのツールが来て皆さんの人生が豊かになるように、頑張っていきたいというふうに思っております。私の考え方にもし、賛同できる方がいるのであれば、チャンネル登録をしていただければなというふうに思っております。はい、質問、コメントどんどんお待ちしております。質問も私のスキルを超えてきてるものが結構ちょくちょくあるようでございますが、一生懸命答えていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。次は、まずは本当に5000人目指して頑張りたいというふうに思っております。行くのかなっていうね、はい、まあいいですけどね。はい、じゃあ次回は金曜日にお会いいたしましょう。はい、お付き合いありがとうございました。さようなら。